ようこそ列車の皆さん。私を捕まえに来たのよね。最後のカードを切ったらどうだ、カフカ。俺たちがここに来たのも、すべてお前の計画のうちなんだろう。計画ではなく、未来よ。無数の未来の可能性に干渉して、最良の未来を現実に変えてるの。私たちを過大評価しないで、ベルト。性格ハンターも、運命の奴隷に過ぎない。最良の未来？それって、誰にとっての未来？あんたが他人のことを考えてるとは思えないけど。全宇宙の。って言ったら信じるかしら。もちろん私にとってのだけど。俺たちがラフの将軍のもとまで案内しよう。自分が無罪だというのなら彼に弁明するといい。判決は彼が下す。それはお断りするわ。他人の歩調に合わせるなんて大嫌いだもの。そろそろ時間ね。さ、かかってきなさい。さもないと間に合わなくなる。大丈夫。焦らないで。この感覚どう？助かった。ありがとう。よそ見はダメよ。準備はいい？感謝してね。悪い子ね。お薬の時間よ。私が守る。間に合ったようね。ほんの気持ちよ。気にしないで。察しがいいのね。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。くるくる。足元に気をつけて。騒ぎを起こしたくはない。た生死虚実、一年のマナ、同天元家、聖武一角。はっ！はっ！私が誰だかし、こんな大きなダイヤモンドあげるね。お注射の時間よ。ふん。焦らない。平気よ。この感覚どう？間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。やっ。おやすみ。争いに意味はない。た。よそ見はダメ。その手。準備はいい？さようなら。何見てるの？お薬の時間よ。騒ぎを起こしたくはない。やっ。くるりん。生死虚実、同天元家、聖武一角。はっ。チャンスだよ。はっ。一緒にどう？足元に気をつけて。まに、ほんの気持ちよ。気にしないで。察しがいいのね。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンドあげるね。助かった。ありがとう。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。焦らないで。ちゃんと立てる？
よ。私が守る、感謝してね。悪い子ね。お薬の時間よ。察しがいいのね。様子見はダメよ。大準備はいい。さようなら。何見てるの？やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言、これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は先週六音が一人、大牧師の大牧不言。遠方より訪れし客人を美酒で迎えたくはあるけれど、天、地、人、三元がそのくらいにあらず、遺憾にも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるかわかる？私の話し方に文句があるのなら、直接言っていただけるかしら。俺たちは軽減将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大木殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければならない。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。ほらご覧なさい。性格ハンターを捕らえたら大木氏が後の審問に取り掛かることになっているでしょ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。わかった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を俺たちも知る権利がある。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。木に望み変に大塚。いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？性格ハンターってずる賢いからまた逃げられるかもよ。この私がいる限りどこにも逃げられはしないわ。それに性格ハンターの口を開けて自白させる方法は大牧師でのみ力を発揮するの。ふん、時間ね。行くとしましょう。さあこちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもりよ。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、すぐに精査を止められる場所がここしかなく。長楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふん、打艦の間、火傷に道引きあり、船の進みが固くなり、泥に足を取られる。先週の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちが数を数える時と一緒じゃん。
いはい、どうせうちは素人ですよ。あんたはクロートみたいだし、説明してみてくれる？念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは性格で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に就くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね、フゲン様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？フゲンが休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。お前たち本当に熱心なのね。ケーゲンが好きに差し使わしていいと言ったのもうなずける。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一択千金、たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ同点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、長楽天の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第、その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。わかったよ、信じるから。